マチダゼルビア遠藤純希選手に来ていただきました。途中出場でゴールしました。は,はい、ありがとうございます。あのゴールシーン振り返っていかがですか。そうですね、まあ誰かがニア引っ張ってくれたんで、まあその空いたスペースに入るっていうのはま練習から意識してたんで、まあうまく入ってすごい嬉しかったですね。リードされた中で入りました。どんな気持ちで入りました。そうですね、まあ、まずは追いつい点っていうふうには言われてて、でまあ追いつく。 チャンスは僕にあったんで、まあ、それを決めきれな,なかったのが。まあ、試合終わった後、すごい残念なっていう気持ちが強かったですね。残りの七節に向けて一言お願いします。そうですね。まあ。まあ、見事、今日もあんま良くなかったっていう。ふうに。まあ、みんな捉えてるんで、まあ、次はまた。来週から一からいいトレーニングして。うん、まあ、いい状態で試合に挑めるように。まあ、いい準備をして、やっていきたいと思います。ありがとうございました。